生姜のクワト、公式球は117パウンド4分の3、フィリピンセブシティ出身、現在のランクは OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級第10位、ブライアン・ブハイ・ロベタニア。12勝のうち 10KO、 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級10位、ブライアン・ロベターニャです。東洋ランカーとなって千葉が初めて迎える試合、ランカー同士の対戦ということになりました。セミファイナル放送の解説は元世界チャンピオンの2人、浜田剛さん、セレス小林さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。注目の一戦が間もなく幕を開けようとしています。千葉会のステップアップに向けての重要な一戦、今第1ラウンドのゴングを聞きました。髪を金色に染め上げました。赤のパンチングローブを握るのは横浜光ジム、期待のホープと言っていいでしょう。千葉会24歳です。一方潜り込むような格好になりました。青のパンチングローブを握るのはフィリピンからやってきましたブライアン・ロベターニャ、26歳です。右左とまずはパンチを出していきました。ボディボディ。さあ解説の浜田さん、はい、まずはこの試合どんなところを楽しみにしますか。まあ、やっぱりですね、千葉のこの勢いのあるところ、はい、右の、そして、いい内容というよりも完全なるノックアウトを見たいところですよね。あ、そうですか。ここまで7戦全勝 6KO というキャリアです。スレスさんはこの千葉に何か印象というのは持たれてますか。非常にね、目のいい選手ですよね。あ、そうですか。はい、ボクシングセンスがあるなっていうね、本当試合しますよね。まさにこの横浜光ジムの石井一太郎会長は寸分の狂いもない。おっと、ちょっとバランスを崩した。右をもらって少し後方にバランスを崩しました千葉会です。まあ、相手もやっぱりパンチありますよね。12勝のうち10個の KO 勝利があります。ブライアン・ロベターニャ、OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級の10位です。ボディを放っていきます千葉会です。少しバックステップで後ろに下がってからというところでした。先ほどセレスさんの話にもありました目がいいという話、石井一太郎会長も数ミリ単位のところでパンチを避けるというその目の良さ、勘の良さというのを買っています。まあ、ここまで、ね、見る感じは、まあ、スピードは、ね、千葉選手の方が、ね、上ですよね。あ、そうですか。はい、ただね、ロベタナ選手、ね、パンチが多く打ってくるので、軌道がちょっと、ね、読みづらいところがありますので。あ、そうですか。そこを、ね、注意したいですね。何か警戒すべきようなパンチはあります。さあ、コーナーに追い込んでいく右のストレート、ガードの上からですね、非常に力強いパンチを振っていきました千葉会です。大振りのフックになります。セレスさん、何かロベターニャの警戒すべきパンチというのはありますか。まあ、ただ振りが大きいですからね、やはり振りが大きい分、ね、もらってしまうと聞きますから、はい、ただスピードはないのでしっかり見ていれば、ね、それほど怖いパンチではないと思いますね。あ、そうですか。勝ち試合の KO 率は 80% を超えるという強敵を迎えています千葉会です。この千葉の生命線は本人の言葉を借りれば何と言っても左のジャブだという話を浜田さんしています。うん、まあ、千葉に限らず、まあ、ボクサーファイターの選手は大体そうなんですけどね、はい、まあ、今日はですね、やっぱり相手が変則に動いてくるんで、はい、まだ、そういった乗れないところがあるんですね。アッパーが入りました。パンチあるんですよ。さあ、まとめていく千葉が、まとめていく、ちょっとボディを嫌がっているが、右ストレート、千葉の右ストレート。さあ、ここでパンチをどんどんと出していく。アッパー、右ストレート、まとめにいくか、試合を決めにいくか、千葉が8勝目を手にするか、どうだ。アッパー、千葉のアッパーです。ガードの上からでもお構いなし。残り10秒、倒しきれるか。千葉第1ラウンドから凄まじいパンチの応酬です。ガードの上でも5秒前です。というのはやっぱり、迫力あってパンチのある証拠ですよね。突然ギアを上げました千葉会、波乱の第1ラウンド終了です。本日のセミファイナル両選手の経歴、戦歴をご紹介します。赤コーナー、千葉会横浜光事務所、1993年3月まで。改めてバンタム級の8回戦、解説の浜田さん、はい、第1ラウンドから大きく試合動きましたね。まあ、2ラウンド目もしくは3ラウンド目でノックアウトあるんじゃないですかね。そうですか。そういう予感しますよ。楽しみですが、セレスさんはどんなところこの後のラウンド期待しますか。そうですね、右のアッパーからね、その左のアッパー、右のアッパーのボディーブロー、全部ね、的確に打ってましたね。あ、そうですか。はい、先ほどはアッパーが顎を捉えるシーンもありました。横浜光ジムの千葉会、24歳です。今画面に映っている石井一太郎会長と二人三脚でこのチャンピオンを目指してここまで練習を積み重ねてきました。17歳の頃、沖縄から単身上京、ボクシングキャリアをスタートさせました。東洋太平洋のランクも手にして満を持して挑む今日のリングです。さあ、第2ラウンドです。注目しましょう。第1ラウンドはダウンこそありませんでしたが、浜田さん、ものすごい応酬でしたね。はい、まあ、ダウンに持っていけそうな状況ありますからね、まあ、もう少し時間あればというところでしたね。あ、そうですか。はい、
あと少しラッシュを重ねていればというところでした。まあ、実際にボディも顔面を来ましたからね。もう一度ボディです。今ナイスという声もありましたが、どうでしょうか今日の序盤の芝というのはセレスさん。いや、いい動きですよ。気をつけようとすればですね、本当もう相打ちですよね。あ、その相打ち狙いで来ているので、そこのパンチだけですよね、気をつけるのは。ここまで相手のロベターニャは19戦12勝 10KO 4敗3分けと、キャリアでも勝ち星でも KO 数でも千葉を上回っているという、この非常に大振りのアッパーを見せていきました。あと相手がですね、どんどん頭を振りながら来るんで、はい、その頭ぶつけられないようにしなきゃいけないんですよね。うん、ああそうですか、はい、そういったバッティングにも注意が必要という、まあ、これから、あ、ナイスボディ、ナイスボディ、ハートガードの上から打っていく、右のフックをかぶせました。高松さん、はい、千葉陣営なんですが、攻撃に関しては全く問題ないと、守備をしっかりしようという話でした。あ、そうですか。セレスさん、攻撃に関しては一定の手応えを感じているようですね。そうですね、やはりしっかり、ね、上下を打ち上げてますし、はい、空いてるところを、ね、よく見て打ってますよね。あ、そして今左右と打っていきました。一方で浜田さん、ディフェンスが少しという話がありましたが、はい、このあたりどうなんですか。まあ、やっぱり攻撃に、まあ、重視するかために打たれたらという、まあ、その、はい、注意だと思いますけどね。先ほど言っていた相打ちにも注意が必要というところも一つ。あ、はい、あ、スピードさえあればですね、相当嫌がっているか、相打ち状況でやっても自分のパンチの方が入りますからね。あ、そうですか、はい、いかにその相打ちの状態から削っていけるかというところ、ガードの上からでも構いなし。ただ大振りのフックです。大きいフックだとね、アッパー合わせだったらね、やっぱりうまいですよね、はい。あ、そうですか。平松さん、はい、一方のロベターニャ陣営なんですけれども、試合前に見られた笑顔は第1ラウンド終わってからは一切なくなりましたね。そうですか。そしてジャブをやはりついていけと、ジャブボディつなげていけという指示が飛んでいます。はい、本人も笑顔はないという安藤アナウンサーのリポートでした。今ボディ顔面効いてますからね。ちょっと顔も赤くなってきたが、第2ラウンドです。右のストレート、ガードの上からでもお構いなしというのがこの千葉会です。バックステップでヒットアンダーウェイ、パンチをかわしていきます。アッパー、もう一度アッパーの構えを見せていきます。あれだけで空振りしますと、はい、まあ、スタミナの方も、ね、やっぱ切れますよね。やはり大振りだからこそ序盤から体力の消耗というのもあるんでしょうか。そうですね、でボディも効いてますからね。さあ、上下の内訳を見せていけるかという千葉会です。ステップワークを使って、また左の得意のジャブを使って、ナイスボディ、ボディを入れました。突きを伺っていきます。第1ラウンドではラッシュがありましたが、第2ラウンド残り10秒を切っています。足を使います千葉です。アートボディ、ロベターニャのボディが今千葉の腹部を捉えました。ここで第2ラウンドが終了です。石井一太郎会長と二人三脚、ボクシング付けの人生を送っています千葉会です。仕事もジムでのトレーナーに変え、家もジムの近くに引っ越したといいます。朝の9時にジムに来て、夜の10時半にジムから帰る。ジムの鍵は石井会長ではなく、この千葉が持っているそうです。それほどボクシングに集中できる環境を与えた石井一太郎会長、また千葉も同じようにその道を選びました。さあ、ここからのランクアップ、ステップアップに向けての第3ラウンドが始まっています。ここまで7戦全勝 6KO の千葉ですが、第1ラウンド第2ラウンドにダウンは奪っていません。アッパー、アッパーを入れていきます。右のアッパーさえ渡っていますが、大振りでなんとか懸命に振っていくというのがこのブライアン・ロベターニャです。12勝のうち10個の KO があります。浜田さん、ここまでの2ラウンドを見て千葉の動きいかがでしょうか。いや、問題ないですよね。ただ相手のこの大振りに、はい、まあ、スピードあるわけではないですないわけですけど、その大振りを見てしまって自分のスピードまで落としちゃいかんですよ。あっと右フック、今なんか、はい、確実に外せるパンチですからね。セレスさん、このあたりの大振りのフックというのはいかがでしょうか。そうです、スピードがないですから、ただ大振りの内割りにカウンターを合わせようとしすぎているので、はい、ちょっと待ちになっている部分はあるんですよね。あ、なるほど。それもう少し自分の攻撃を仕掛けてもいいですよね。先手を打っていくということ。そうですね、平松さん、はい、千葉陣営なんですが、その大きなパンチについてブロッキングをしっかりしていこうと、そういう話はしていました。はい、なるほど、ブロックをしっかりしてこの相手のパンチを防いでいこうという千葉陣営横浜光ジムです。
まあ、今のところはこのブロッキングよりも外すところでやってますけどね、はい、まあ、スウェーバックするところですけど、はい、もう少しガードを上げた状態でのスウェーバック、まあ、ノーガードでの、まあ、パンチが見えるからというのはありますけどね。ボディに必要にパンチを出していきます千葉会です。アッパー、ナイスアッパー。セレスさん、このアッパーは一つ千葉の武器と言えそうですか。そうですね、あのアッパータイミングいいですよね。あ、そうですか。平松さん、はい、先ほどあのロベターニャなんですが、第2ラウンドを終えてからですね、青コーナーに戻ってくるときにちょっと足元ふらついていまして、かなりこの第2ラウンドを終えた段階でも体力の消耗激しいように見られますね。浜田さん、このロベターニャの体力の消耗どう見ますか。まあ、実際に、ね、これだけ全身の力入れてパンチ振るわけですから、はい、相当消耗ありますよね。それで、まあ、ふらついて戻ってきたっていうのは、まあ、疲れでしょうね。ポリー、まあ、大振りのパンチも、ね、当たればいいですけどね、はい、空振りするとね、本当倍疲れますからね。あ、そうですか。ボディを当ててフックがあっと返していった。カウンターで左、距離を詰めていく右のストレート。ここから少し、ね、自分からまとめて打ちたいですね。これまでの千葉の試合というのはかなりこう KO で一発で倒すというよりはまとめてレフェリーストップという試合も多かったこの千葉です。右のストレート打ち下ろしていきました。ジャブジャブ、石井会長してこの千種類のジャブを持つような男、そんな表現もしていました。左のジャブには自信があります。カウンターで左フック、ただボディは千葉の腹部を捉えました。ボディ、ナイスアッパー。左のアッパー、少し顔が後ろに行ってしまいました。天を仰ぐような形、あっと右ストレート、あっと効いている、千葉効いている、千葉ストレートが効いている。なんとかここは耐えたい。どうだ、第3ラウンド来ましたね。ここで間もなく終了というところですが、スリップです。スリップで第3ラウンド終了。ただロベターニャのストレートが効いています。第3ラウンド終了です。第3ラウンド、ブライアン・ロベターニャの強烈なストレートがありました。こちらのシーンです。浜田さん、ご覧になっていかがでしょうか。完全に効きましたね、まあ、ガード低い状態でスウェーバックしようというところがあったんですね、はい、パンチが伸びてくると避けたつもりでも、まあ、食ってしまう場合ありますからね、まさに今のがそうなんですね。なるほど。今後セレスさん、この千葉はどんなことに気をつけて。いや、多分まだ効いてると思いますから、これはまずしっかりカバーすることですよね。さあ、そのダメージが右のストレートになるのか。効いてますよね、まとめていく、ね、ブライアン・ロベターニャチャンスと見たがボディ、まあ、ただ一度も冷静に行きたい。相手はもう今の回勝負ですよね。第4ラウンド1つあっと右、右を突いた、もう相手は効いてますね。千葉が投げました。まだ2分30秒以上ありますからね。効いてますね、これは。尻もついた、試合を止めた、まあ、レフェリービニーマーチン試合を止めた。3ラウンド目のあの右の一発の影響ですね。なんということだ、千葉が敗れました。いや、やはり浜田さん、先ほどのストレートですか。ダウンのストレートというよりもですね、まあ、ですよね、3ラウンド目の一発来ましたね、あの影響なんですね。ですから、そうですか、さっきダウン取られたパンチというのは、まあ、どっちかというと大したことないわけですけど、ダメージ引きずってのパンチなんで、やっぱり引いたところに軽いパンチでも、まあ、相当なダメージがあったということなんですね。そうですか。千葉アゼンです。4ラウンド26秒、テクニカルノックが敗れました。勝者、3ラウンドのあの一発、ブライアン・ブハウィ、試合がひっくり返った感じですね。初はフィリピンからの刺客、ブライアン・ロベターニャです。千葉立ち上がることができない。切れたとこかもしれませんよね、この場面ですよね、これが全てですよね。こちらのフック気味の右でバランスを崩して、まあ、ここはよく耐えたんですけどね、まあ、こうなるとやっぱね、ロベターニャ選手ね、疲れてても元気出ますからね、はい、最後はこのロベターニャの12勝 10KO という強烈な右が完璧に千葉を捉えました。これで千葉はキャリア8戦目にして初めての黒星ということになりました。なんとこの横浜光ジム期待のホープ千葉に土をつけてみせました。ブライアン・ロベターニャです。